セサル・アレハンドロ・ファリアス・アコスタは、ベネズエラ・スクル州、グイリア出身のサッカー監督。現在は、ボリビア代表の監督を務めている。1998年に、国内株リーグのヌエバ・カディスで監督業を開始。以降、デポルティーボ・タチラ FC などの監督を務める。2007年12月、34歳の若さで、ベネズエラ代表の監督に就任。同時に、 U-20 代表の監督も兼任し、2009、FIFA U-20 ワールドカップでは、FIFA 主催の国際大会で、初の決勝トーナメントに進出。リカルド・パエス・モンソンの後を継いだフル代表は、2010、FIFA ワールドカップ、南米予選で健闘を見せ、本大会出場こそ逃したものの、大陸間プレーオフ枠のご意枠を争い、万年再開を、返上する8位で終了。 コパアメリカ2011では最高順位の4位に導いた。2014FIFA ワールドカップ南米予選では第2戦でアルゼンチンを1の0の完封勝利を収めるというアップセットを演じたものの最終的には6位に終わり本大会初出場はならず予選終了後に代表監督を退任。以降はクラブティファナやセロポルテーニョなど 世界中のクラブチームの監督を歴任。2016年4月、ボリビアのザストロンゲストの監督に就任。2017年シーズン途中に解任されたものの、2018年3月30日に同チームの監督に復帰。さらに4月22日には、ボリビア代表の暫定監督を務めることが発表。一度退任となったものの、2019年8月30日に、 正式に代表監督を務めることが発表された。ファリアスは長年南米弱小と国評され続けていたベネズエラのサッカー界を根本的に叩き直した手腕を高く評価され、日本のメディアからも絶賛された。ありがとうございます。